こんにちは。こんにちは。まあ、ウィナーズ落ちましたよね。はい。で、リゼムチャンネルでも基本カメラマンやってるじゃないですか。そうですね。至る所から翔平くんがもうカメラに映らない、動画に出てこないっていう声が聞こえてくるんですよ。気のせいですね、それは。いやいや、気のせいではないです。あなたユニフォーム売上ランキング今日上位だったじゃないですか。やっぱそれだけコアなファンがやっぱ君の周りにいるのに君が動画に出てこない、はい、悲しいですよ。悲しいですよ。視聴者の気持ちを考えたら。ということで、はい、僕のチャンネル幸次郎デスチャンネル、まあ、ウェンズデーブギーみたいな括りで、S 回を今日から始めますはい。翔平回ですか。翔平回です。まあ、これから僕がね、翔平くんにいろいろ企画振ったり。嫌ですねそういうのは嫌だな。やっぱ、いやでも世の中のさ、翔平ファンを喜ばせてあげたいから。いないよ、ファンは。いやいやいや、いっぱいいますよ。僕の 5,60 倍はいるんじゃないですかユニフォームも全然売れなかったしね悔しいけど、まあさ、まあそうなのよ。だ、翔平くんってさ、基本家に引きこもったりさ、筋トレしたりとか、そういう陰なイメージあるんで。まあ陰なんで。外にいるときは大体僕と会ってますよね。そこにちょっとカメラを回させてもらって、はい、はい、期待にも応えていってください。新チャンネルです、これはもう。僕のチャンネルが生まれ変わります。翔平チャンネル。君は僕のチャンネルの一つのコンテンツとしてこれから働いてもらいますお金次第ということで。はい。いやもうそれは君の働き次第ということで。ノーテンキーノーライズ。まあ今日気になってる質問をいくつか用意してますいきなり全然用意しなかったじゃん、そんな。いいですか。はい、何でしょうか。じゃあ翔平くん、身だしなみで一番気につけてるところはどこですか。気につけてるところはい、気をつけてるところですね。これは高校生男子から質問が来てます。いや特に気をつけたことないです。嘘つけ。本当に。気をつけてることあります。僕ですか、はい、そういやもう最近はね、脱毛行ったり、初のホワイトニング行ったり。確かに、はい、かっこいいもんな最近お前お前さ本当に良くないよお前。梅ちゃん戦法でそれ。いや梅ちゃんもあ、馬鹿にしてんの梅ちゃん。梅ちゃんかっこいいだろ。梅ちゃん戦法でお前違うよ、あれイケメンだもん。は？はじゃねえよタケルの方がイケメンだろ。いや梅ちゃんだね。やばいよお前。じゃあ最近そういう美容系で行ったところを教えてください。今年何も行ってないですね。は？美容院は行ってない。は？脱毛。行ってない。眉毛のやつは？行ってない。ホワイトニング。行ってない。は？美容につながるかわかんないけど運動は大事だと思うね。ボディービルディングしてるね今ね。いや運動。運動？そうか、じゃあこの質問に対しての答えは体を動かして。ちゃんと食べる。ちゃんと食べる。くそ。多分してるよこの高校生も。清潔にしとけばいいんじゃない。じゃあ高校生でもできるそのちょっと美意識といえば一番。匂い。匂いね。で、眉毛。おお、出てきた出てきた。眉毛。眉毛。整えてる。眉毛整えてる高校生か。確かにな。なるほど。勉強になります。はい。じゃあ2つ目の質問いきます。あるのかな。コンビニで一番よく買うものは何ですか。これ女子大生からの質問です。絶対そりゃほぼコーヒーですね。ほぼコーヒーですね。いらっしゃいませー。コーヒー、ペットボトルとかじゃないですよね。缶コーヒーとかじゃないですよね。缶コーヒーじゃなくてちゃんとカップでもらっていい。焙煎するやつね、ウィーンって。ファミマ、セブン、ローソンだったらおすすめはどこですか。コンビニ全部美味しいです。おいお前出たよ本当に。至るだろ一番美味しいところ。日本のコンビニすごいから。おお、本当にすごいね。敵作らないね上手だね本当に。本当に美味しいからね。分かりました。あんな安さで買えないよ海外じゃ。確かに確かに。マジで
確かに。100円でコーヒー買えんだよ。確かに。俺もよくわかる、海外のことは。最近かぶれてるとか。ああ、なるほどですね。コーヒーですね。はい。はい、じゃあ、最後の質問になります。はい。なんで普段、幸次郎くんとばっかり一緒にいるんですか？これ質問、これ僕からです。暇だからじゃないですか、ね。おい。ツッ、ノーテンキ、ノーライズ。ね、今回この幸次郎ですチャンネルでこの翔平コンテンツ本当にやるの、はい、もうこれ1本目の動画で上がるんで、君アイムと一緒で続かないから、まあそんな信用してない。アイムは落とすんだ。信用してないんで。アイムは落とすんだ。あ、じゃあ質問あります、はい、今幸次郎のチャンネルといえば、まあ、一応ウェンズデーブギーっていう水曜日ラジオだけ決まってて、はい、月火木金土日空いてます、はい、この翔平コンテンツ何曜日に持ってきてほしいですか？これ週1投稿の予定です。いや別に半年に1回ぐらいで。いやいやいや、出たよ、敵作らないよね。どういうこと？敵作らないよね。需要ないんで。好きな曜日は、じゃあ視聴者の皆さん何曜日に見たいですか？週の頭かな、うん、木曜日とか疲れが一番溜まってるところで翔平くん見て癒されたいとか、1週間終わった金曜日の夜に翔平くん見たい、どうなんの？はい、ありがとうございます。じゃあまあこれがね、この動画が上がった曜日から、毎週その曜日におそらく上がってくるので、お前やめときな、そういう約束するの。話してた。もう新チャンネルですか？新チャンネルじゃないよ。まあね、あの過去にもね、翔平子ちゃん解説みたいな動画上げてね、はい、釣りに行ってましたけど、これも本当なんで。一本何円ですか？え？あ、出演料的な感じでいいの？はい。あ、そっちいいんだ、はい、これがもう100万再生とか回って もう決まったギャラでいいってこと？現金手渡しで。あ、いいんですか？それで1500円です。ほぼコーヒーですね。何言ってんだよ、内藤だよ。助けて。やりますか？あ、10分撮影だったらいいよ。あ、いいんだ、うん、10分せ、うわ、お前時給で言ったらかけ6でしょ、9000円か。まあまあまあ確かに妥当だな。10分1500円か。どう？あー、乗った。じゃあ今後よろしくお願いします。あの、僕のそばにいる限りいきなりカメラを回し出すんで、ほんと油断しないでください。全然もう頑張らなくていいんだったら、もういつもの感じで映るだけだったらいいんですけど。いや、僕のね、本当にもうこの裏の目標は君の好感度をぐーん下げるってことですから。君のアンチを沸かせる、それが僕の目標ですから、よろしくお願いします。気をつけてください。ありがとうございます。赤金商店の店主、翔平くんでした。あ、俺なんだ、店主。よ、店長ありがとうね。またね。はい。